皆さんこんばんは投資の隠れ家いようこそいらっしゃいました今日は AI が予想した通りに日経平均株価は下落しましたね今回の動画でもとっておきの情報を提供していきますのでしっかりチャンネル登録をお願いしますねちなみに明日の日経平均株価は爆上げすると AI が予想していますので楽しみにしていてくださいねそれでは始めていきますよ 今日の東京株式市場で日経平均株価は10営業日ぶりに反落しました前週末比205円95銭安の27,943円89銭で今日の取引期を終えました前週末まで上昇が続いた反動で利益確定売りが優勢となりましたね反面円相場が1ドル123円台前半まで下落したことで輸出関連を中心2回も入り 日経平均株価は下げ幅を縮小しました前週末25日の米国株式市場でハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が下落しました東京市場でもネガサのハイテク関連株を中心に利益確定売りが広がりましたね中国の上海市が28日から一部を対象に事実上のロックダウンと市封鎖を決めたことも相場の主にとなりました 午前に日経平均株価の下げ幅は一時300円を超えるほど大きなものでしたが、その後は下げしぶりました。日銀が午前と午後に指定した利回りで無制、限りに国債を買い取る指値オペ公開市場操作を実施すると通知しました。円相場の下落が輸出関連に追い風になるとの見方から株価指数先物に買いが入り、相場を支えたのです。 市場では、日本と米国の金利差拡大のストーリーが再確認されました。円安ドル高は上場企業の業績を押し上げる効果があるのは間違いないようです。JPX 日経インデックス400は10営業日ぶりに反落し、我らがトピックスも続落して8.10ポイント安の1973.37で今日の取引を終えています。東証一部の売買代金は概算で2兆5820億円となり、 売買高は11億1 2 4万株でした。東証一部の値下がり銘柄数は1275で、値上がりは795、変わらずは111銘柄となりました。今日の下落は調整であり、今週は明日から上昇していくでしょう。ただ、来週からは暴落が予想されているため、今週末までには逃げましょうね。では、明日も絶対に見てくださいね。 いいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな